はい、良い子のみんな、お相撲は親御長のお兄さん、ヘビリンザーマスワよチェックというわけでございまして、改めまして大人の皆様、おこんにちは、ヘビリンザーマスワよというわけでございまして、ヘビゾーのお待ち遠さま、お相撲教の親御長、この糖尿インポやろ、この野郎、この腐れ糖尿やろ、この腐れインポやろ、この腐れ包茎やろ、ちくしょ、こっちにやがれ、くたばりがれって、そういうこと言っていけないざますわよというわけでございまして、ラジオ配信でございます。さあ、どんなお話が始まるざますかしら、お楽しみあそばせというわけでございまして、私は氷川きよしじゃないざますわよ、三河きよしではありません、玉はついてるざますわよ、まだちょんぎってないわよというわけでございまして、さあ、それでは番組スタートいたします。今日もお客様のお耳を拝借いたします、ザーマスワよというわけでございまして、よろしくどうぞ。はい、そういうわけでございまして、おこんにちはというわけでございまして、ヘビリンザーマスワよ。さあ、今日のお話もですね、まあ過去の取材記録、特にですね、今日はちょっとね、あの裁判所で聞いたお話をですね、確認をしながらですね、過去の、取材のね、ノートからね、引っ張り出してきました。裁判所で聞いたあれですね、2017年11月2日のですね、八角理事長の陳述書についてお話ししたいと思います。これちょっと長いですからね、ちょっと何回かに分けると思います。まずちょっと冒頭のお話から聞いてください。そもそも小林氏とは何者で、何が問題だったのか。八角理事長が一審で提出した陳述書の一部を紹介させていただきます。八角理事長の陳述書、提出日2017年11月2日。現在、相撲協会と協会顧問だった小林義彦氏の間で訴訟が続いている。この訴訟は単に小林氏が協会職員であるかどうかという争いになるものだとは思っていない。八角は小林が北の海前理事長の権威を傘に着てやりたい放題してきたのを目の当たりにしている。小林氏が協会に戻れば、再び協会が食い物にされるのは間違いない。私にはこれを阻止する責任がある。今回訴訟をきっかけに調査して新たに判明したことがいくつかある。小林氏のやってきたことについてありのままを申し述べます。私が小林氏を知ったのは平成23年2011年6月です。当時協会の委員だった山響親方、元大前頭岩友かっこ朝鮮人から会ってもらいたい人がいる、北の海親方に頼まれたと言われ、山響親方と私と小林氏の3人で食事をした。小林氏はそれまでにも教会に出入りし、台湾やモンゴルでの巡業の肝心元を務めたこともあるようでしたが、私は会ったことがありませんでした。山響親方から事前にいろいろ噂のある人で、北の海親方のトラブルを自分でも何でも解決したとなんて吹聴していると言われていましたから、私は警戒していた。山響親方の話によると、北の海親方も小林について使い勝手がいいので今は使っているけど一段落したらやめさせると言われていた。八角はこの頃、翌年の理事選挙を出ようと思っており、食事の際小林氏はそれを意識してか、初対面の八角に対し理事選に出そうな他の親方の悪口を言っていた。八角を丸め込もうとしているのがありありで、八角が断ったにもかかわらず食事代も強引に済ませてしまう。自分にすり寄る姿を見て逆に不信感を持ち、警戒心をより強まります。それが平成24年1月、北の海親方が2回目の理事長になると、協会は小林氏が経営する AT&C Japan と危機管理に関する業務委託契約を結び、小林氏を協会の危機管理担当顧問にすることが2月22日の理事会で報告される。危機管理といっても具体的に何をするか分かりませんから、理事の鏡山親方、元関脇多賀竜、ピンポンと鳴らすバカ気違い親方がどういう仕事をさせるんですかと尋ねました。するとバカ中卒もろくに言っていない北の海前理事長から明確な答えはありません。配られた小林氏に関する資料は1枚の紙切れで、名前と生年月日、 AT&C の社名が書かれているだけで、どういう経歴なのかさっぱり分かりませんでした。協会内では小林氏が北の海前理事長の私的なトラブルを処理したための見返りだとささやかれていましたが、先に述べたお朝鮮人の山響親方の話や発覚が受けた印象から、私は最初から小林についてどうも信用できないと感じていた。そしてこの契約は同年9月1日、業務委託に
委託業務に変わり、理事長の特命業務などと加えて付け加えられ結び直されている。なお小林から訴訟を起こされた後、協会内で調査したが、小林の経歴に関する文書などは一切残っていなかった。小林が提出した訴状に書かれた住所でさえ本当に住んでいるのか確認もできない。協会に出入りし始めた頃から現在に至るまで、小林というのは得体が知れないままだった。小林は常日頃から危機管理というのは経理でも広報でもチケット販売でもどこでも入れる、だから危機管理の担当がいいんだと話していた。協会には本場所、地方場所と地方場所の実施運営、各種チケットの販売、グッズの開発販売、力士の育成、国技館の管理運営のほか、経理、人事、契約の管理などさまざまな業務がある。小林はその言葉通り、顧問就任直後から協会内のさまざまな事柄に対して口を挟むだけではなく、協会を代表するような立場で外部との契約交渉も行うようになる。台湾やモンゴルでの巡業の肝心元を務めたことがあるようだったが、どこの誰かはっきりわからぬ小林が協会内で好き勝手に振る舞うことに誰もが不安と不満を覚えていた。しかし協会トップの馬鹿北の海が理事長という形で連れてきた人間であるし、小林は常に北の海理事長の近くにおり、何か気に入らないことがあればすぐに告げ口することを理事や協会職員はそれぞれ分かっていたので、誰も注意することはできず、結果的に小林は日に日にのさばるようになる。そんな中、平成25年12月、三共の M さんにしておきましょう。陳述書では実名入っていましたが、人物から協会とパチンコメーカーとの契約に絡み、小林が代理店から1700万円の現金を受け取っているとの告発の手紙が届く。そして年が明けて平成26年2014年1月、小林がパチンコメーカーと力士のしこ名の名前の利用許諾契約をめぐりリベートを受け取っていると週刊誌で報じられ、さらに小林がある人物から現金500万円のリベートを受容する場面の動画がネットに流れ始める。小林が現金入りの封筒を受け取った後、絶対これバレんようにしてくれる、北の海にバレるようになると中止せなあかん、潰さなあかんようになるなどと話す衝撃的な内容で、協会内は騒然としました。これはですね、私ヘビリンが YouTube の動画で流していますので、探して確認してください。それともコミュニティに出しましょうか。その辺また後でご質問どうぞ。パチンコメーカーとの契約については、その前年の平成25年2013年、在京の理事、副理事や主事ら幹部職員が出席する定例会で報告された記憶がある。定例会とは理事会にかける議題をあらかじめ検討する場で、そこで契約によって1億円が入るという説明がある。しかし理事会では契約の話は正式には議論されておらず、当時事業部長で理事長員を管理していた千代の富士九重親方も契約当日に初めて知ったと後になってこぼしていた。したがってパチンコメーカーに対し、相撲部屋、力士、年寄り、行事らの名称を使うことを許可してパチンコ台を作って売ってもいいかという内容であることなど、契約の詳しい中身や他の親方連中も全く知らなかった。許可された名称の中には双葉山大砲といった大先輩横綱の志向名も含まれていた。相撲部屋、年寄りらの名称の多くは江戸時代から続く大切な資産であり、その取り扱いは協会の理事会で決定すべき重要事項であることは当然。一方で国技である相撲、大相撲がパチンコに使われることを快く思わない親方や理事が多くいることは容易に想像でき、小林は反対の声を見越し、あえて理事会の決議という必要な手続きを踏まないまま10日等の契約を成立させようとしたのだと考えられる。当然現在の協会は契約は無効という認識でいる。報道と動画をきっかけに外部理事のと委員長をはじめとする協会の危機管理委員会は小林のリベート問題の調査を始める。しかし平成26年2014年7月20日の理事会に小林は一旦現金を受け取ったがその後返したとする調査結果を報告し、幕引きを図る。配られた報告書の用紙は回収された危機管理委員会が誰にどのような話を聞いたのか、小林が現金を返した証拠はあるのか一切明かされていない。しかし捜査中であることを理由に、この党関係者からは事情を聞いていないという。相撲協会理事会を含め多くの理事が
調査は不十分ではないかと思っているが、外部理事がこれで決着としたいと言い、北の海前理事長がすでに了承したため誰も口を挟めないで言ったというわけでございます。これを、まず、前半とさせていただきます。いかがでございますでしょうか。ですね、後日というか次回ですね、後半、本件訴訟を受けた、協会が弁護士に依頼して再調査というところから、この陳述書ですね、陳述書の後半についてお話しさせていただきたいと思います。興味のある方は挙手、興味のない方はこのような裁判資料を読んでも面白くないという方が多ければですね、私あえて話しません。これはですね、私が裁判に出席をして、まあさすがに録音はねできないです。撮影録音はできませんけど、もう全部聞いてですね、全部ノートに取ってきたという、そういうのを全部文字起こしして、記事にしたものでございます。いかがでございますでしょうか。しつこいようですが、興味のある方はおコメントにてどうぞ、興味のない方もレギュラーコメンテーターの皆様だけに、これは聞いていただきたいと思ってますので、レギュラーコメンテーターの皆様の中でこれをまだ続き聞きたいわという方もコメントでどうぞ、いや先生これも聞きたくないわって言うんだったらそれもそれでどうぞ、別に私怒るも何もしません。というのはもうこれが終わったらもう次は例のですね、夏休み夏季特別講座に入ります。もうこれはもうお約束してますんで、相撲協会と統一協会と童話とヤクザっていうね、あんまりちょっと、ごめんなさい、相撲協会と統一協会と朝鮮人とヤクザってこのタイトルがですね、お話をさせていただきたいと思ってますので、それともあれですか、相撲協会と統一協会と国会議員とヤクザってこれがいいですか、それとも相撲協会と朝鮮人と国会議員とってこういうのがいいですか、統一教会と朝鮮人と国会議員とヤクザってこれが一番いいですか、この辺がいいですね。じゃあこういうタイトルにしときましょう。もうね、なかなかタイトルも難しい。やっぱり統一教会と朝鮮人が入ってないとお客様も面白くないでしょ、ね、そういうわけでございますね。さあさあ、お相撲よむやま話、何がありましたかというと、まあこれと言ってないんですけども、なんとさきちゃんが結婚したんですね。青森県の高校時代の同級生で、私見たことありますね。普通のお嬢さんですよ、年は26だか5歳かそこらぐらいの普通のお嬢さんです。青森県のね、あっちの田舎の方の素朴な女性ですよね。さきちゃん良かったんじゃないの、おめでとうね、文也君おめでとう。後々ね、あなた大沼親方にならなきゃなんないんですからね、おかみさんもらっといた方がいいですよ、ね、どっかの誰かみたくね、私ってそういう何ざます、土俵の上ではね、はっきよいなんて言いながらですね、土俵降りたらね、私男が好きってそういう人いますからね、お相撲さん多いですからね、私男が好き、お尻が好きってそういうお相撲さん多いですから、お気をつけ遊ばせね、こういうこと言ってると差別にだとかって事実言ってるだけざますからね、誤解しないでくださいね、これ事実ざますから、事実ね、まあそれだけの話でございますね。さきちゃんおめでとうというわけでございましてですね、お幸せにどうぞってこうなってるわけざますけど、あと他はなんか巡業やってるざますわね、バカ巡業、例のね、バカ巡業をやってなんだかあれですね、親尾町大関3人も出てきて、親尾町のテルピーも出てるとかね、親尾町横綱、親尾町大関、糖尿インポ野郎、そういうこと言ってはいけませんね、出てるんざますわよ、ね、ペロンと出しながら、僕の見て糖尿インポとかって言ってる、そういうことは言ってないざますわよって、ね、氷川きよしってそうじゃないざますわね、三河健一ってそうじゃないざますわ、誤解をしてはいけません、そういうこと、そういうこと言ってはいけません、そういうネタは美しくない、ダメざますわよ、ね、そういうわけでございましてですね、まあ巡業って言ってももうね、やっぱりあちこち、船橋でやったのもあれだったんざますね、もう船橋といえばね、もう懐かしい西船橋ね、西船橋といえばね、もう白黒賞ってね、お相撲なだけにね、白黒賞って、あ、そうじゃないざますの、どうしてあなたはそういうネタばかり言うの、このフランス座野郎って、そういうこと言っちゃいけませんね、何を言ってんですかあなたは、ね、この一条さゆり野郎、この入れポン出しポン野郎、
そういうこと言っちゃいけません。これもう知ってる方、知ってる方いたら大爆笑なんですよ。知らない方聞いたら一体何言ってんだろうヘビリンはってなりますけどもね。よくお勉強されてください。女性のリスナーのね、女性のレギュラーコメンテーターの皆さん申し訳ありません。ただうちに来ていたり、こちらに来ていてる女性のねレギュラーコメンテーターの皆様ね、川原さんお元気ですかね。川原さんね、こういうネタあまりお好きじゃないね、あまり耳障りかもしれませんけど、まあ僕の人間性ご存知でしょうからね、もうヘビリン何でも喋るのねっていう、もう男も女もホモもゲイもね、ヤクザも朝鮮人ももう何でもありよっていう、これがもうヘビリンのいいところでありますけども、何でもかんでも本当のこと喋っちゃうから常に命が狙われる、この豚野郎って、そうなってるのにそうじゃないザマスはね。というわけでございまして、まああと一体何が、もうねお相撲ね、これといって何もないザマスは今、あただねお客様ね、ちょっとね変なことがあったんザマスはよ。職務掌握ってありますでしょ、相撲協会のバカ豚年寄りたち集まったあれがね始まった中で、今度またね相撲協会の定款がちょっと変わったらしいんざいますわよ。その中でね、豚野郎たち、豚親方野郎たちがほらいろんな部署に所属されますでしょ、まあトップは理事長、2番目は事業部長、理事長っていうのは職務 全般ですよね。で例えば事業部長だと東京場所3場所だとか、相撲博物館運営委員だとか、相撲協会の保険組合の組合長とか、いろんなのやるわけざますけどね。でほら広報部だとかね、何でしたっけ、地域貢献部だとか巡業部だとかいろいろあるざますわね。まあちょっと話長ったらしくなって恐縮ざますけど、中にね危機管理委員会って、今こうやって話してるのは危機管理委員会ってあるざますでしょ。でその中にねドーピング委員会ってあったんざますわよ。ドーピングをチェックするの、それまずなくなった一つ、ドーピングチェックがなくなった。そしてあともう一つ、無気力相撲に関する罰則規定、これがなくなったんざますわよ。前もお話ししましたけど、正式になくなりました。きっちりなくなった。この2つがなくなりました。お客様どう思います？ここちょっと大事なお話を。ドーピングチェックの委員会がなくなったことと、無気力相撲に関する罰則規定、まあ無気力相撲って何かっていうと親尾町のことざますわよ。親尾町のこと、要するにお薬、まあ筋肉増強剤をやってもいいし、親尾町もやってもいいよと。それに関して相撲協会の方はノータッチでもあり、意見愚心も述べないよ、ね、現役の豚ども、ね、この豚野郎、糖尿インポ野郎ども、このイボジ切れジ野郎ども、どうぞお好きにおやりなさいってことになったんです。さあお客様考えてみてください。親尾町はする、ね、ドーピングはするね、違法賭博はする、違法薬物はするね、何ざますの、人は殺すね、こういうことばっかりやっている、女は強姦する、車の何ざますの、ひき逃げはするね、そして挙句に何ざますの、未成年に対して淫行もするね、こういう人間たちがざますはね、やっていることを自ら国技と名乗り、いいですかお客様、日本国憲法に国技は制定されていません。ヘビリン言ってること間違えてる？ないでしょ？だからあれは自称国技なんです。単なる興行なんです。ただの豚踊りなんです。ね、そして挙句に公益財団法人を内閣府から許諾を得て看板をもらい、そして彼らは勝手な自分勝手な興行をし、後ろには東京の場所は稲川会、名古屋の場所は講道会。ね、そして、大阪場所は絆会、九州場所は、はい、工藤会とかっていう、その暴力団の相撲賭博がありながら、挙句に朝鮮総連や、チャイナの企業に、懸賞金を求め、その手数料をピンハネする相撲協会1本につき1万円ピンハネをしながら、ね、そこに相撲議連という、はい、議員たちの相撲利権が群がってきて、そのなんと議員たちは統一教会からお金をもらっていた、はい、統一教会とは日本人を騙し、お金を巻き上げる、なんと年間平均500億円のお金を巻き上げていたというカルト宗教、はい、そして、彼らお朝鮮人は、ね、日本をサタンの国、悪魔の国と言いながら、ね、日本の政治家に入り込んでいた事実、
さあ、そういうこの連中、そしてこの団体を公益財団法人として認め、税の減免や、一般社会で耳にする格式というものを与えていてよろしいのでしょうかということでございます。ですのでヘビリンはコミュニティにも出させていただいてますし、 YouTube チャンネルのトップにも出させていただいてますけど、国技館内でデモをやらせていただいております。相撲協会解散要求デモ、どうぞご覧になってください。そして過去にもですね、2011年からですね、国技館の前で街宣車を乗りつけ、はい、相撲協会解散せよ、ね、このデモを年がら年中やらせていただいております。まあ、ご存知のレギュラーコメンテーターのお客様の中でご存知の方はご存知だと思います。斉藤幸太郎先生なんか昔からもう10年以上前から国技館の前でマイク持って騒いでるよねって、街宣車乗ってって、あの黒い街宣車乗ってって、あのヤクザみたいなの、あれ斉藤先生なんでしょって、さようでございますわよ。私オカマじゃないわよ、ヤクザでもないわよ、ね、朝鮮人でもないわよ、日本人よ、安心してちょうだい、というわけでございましてですね、よろしいざます、ね、まあ、そうやってやらせていただいております。常に戦っております。相撲協会と、あとまたは相撲利権に群がる寄生虫、相撲利権に群がる朝鮮人、相撲利権に群がるヤクザ、この辺と常に戦っております。お客様の中でも、そういうものを見て、もう相撲協会は断じて許せない、戦わなくてはいけないという方がいらっしゃった場合ですね、ヘビリンに一声かけてください。一緒に戦いましょう、ね、あの別にね、ヘビリンのところはお金取るわけでもありません。その代わりお金を差し上げることもありません。残念でございます。というのはこの YouTube も広告があえてつけてません。はい、真実しか述べませんから。私はさまざまな利権には絡みません。私は自分の本業だけで十分食べていきます。なんですって、あの部屋付きを親方に食わしてもらってるんじゃないの、部屋付き親方お医者さんだから先生より、斉藤先生より稼ぎがいいんじゃないの。何を言ってるんだ君は。そういう失礼なこと言ってるんじゃない、ね、ヘビリンだって稼いでいるの、ね、あの部屋付き親方はあれも、あの人は資格職だから、なんと時給換算にすると、時給換算 びっくりするぞ。あのね、お客さん、ちょっと川原さん聞いてちょうだい、ね、瀬戸内さん聞いてちょうだい、ちょっとお願いするわ。もうマサピーも聞いて、もママ上の話、あのね、ママ上は、あのマサピーね、ママ上はまあいいや、あのちょっとこれね、あのご挨拶もうちょっと時間だからお話しておきましょうね。はい、姉ちゃん元気かって、姉ちゃんどうでもいいわっていうわけでございまして、川原さんお元気ですかね、おコメントありがとうございます。はい、いよいよそろそろね、あの川原様のね、ご期待に応えられるような資料を出したいと思いますので、もうちょっとお待ちくださいね。はい、瀬戸内さん、おコメントありがとうございます。暑いでしょ、お元気ですか、ね、涼しくして過ごしてくださいね。はい、まさぴ、お元気なの、ママ上、ちょっとママ上の話ちょっと聞いてちょうだい、ちょっと。おコメントありがとうございました。本当にね、マスアピありがとう。あのね、ママ上ね、ママ上ってね、あの他の大学行ってね、あの講義レクチャーするとね、1時間、あのだいたいほら、マスアピ分かると思いますけど、大学って90分ぐらい話すんざますわよ、だいたい。まあ90分だって全部90分話すわけじゃないざます。それ90分1コマの中でお話しするとすれば、だいたいまあ質問コーナーも設けると差し引きして75分ぐらい。話すんざますわよ。でね、まあでも一応一コマって90分もらうと、まさぴーね、謝礼でね、国立大学の先生ってまさぴー謝礼で4500円なんざますわよ。で、1時間ぐらいの単価で行くと3000円ぐらいなんざますよ。あの、ママ上が大学で話すと1時間単位ぐらいで。ところがね、聞いて、ちょっとうちのね、あの部屋付き親方、あのトレーシー・ローズ2世はね、単価にするとね、1時間1万5000円なんざますわよ。本当に嘘じゃない。だからね、昔ね、あの大学、あのうち あのトレシローズ2世がね、あの大学病院で、医局で勤務してた時って、あの夜勤があるんざますわよ。あの一月に3回か4回ぐらい、まだヘビリン結婚した当時ね、夜勤があるんざますけどもね。で、夜勤すると大体8時間とか、まあ医者っていうのはほら休館が入ったりするから、その時間夜勤が終わったらパッと帰ってくれるわけじゃないんざます。1時間2時間オーバーすることがあるんざますわよ、ね、でそうすると8時間とか9時間とか10時間とかやると、その夜勤するだけで10何万稼いでくるんざますわよ。嘘じゃなくて、医者ってそういう世界です
僕も一緒になればよかったなと思った当時のお話でございます。さあそれではですね、まあ、つまらないお話でごめん遊ばせで、そうざますはね、また次回ねお客様話戻りますけど、こんなお話続きでしたらどうぞというわけでございます。さあ今日はこんなところでねお話にしときましょうか。あとあれですね、他にもたくさんおコメントありがとうございます。時間の関係上割愛させていただきますことをどうぞお許しください。それではエンディングに入ります。花田勝氏がエンディングざますわよ。花田勝氏がこの糖尿インプやろうってそういうこと言っちゃいけないざますよ。なんかね、ヘビにこんなことばっかり言ってると、なんかこう、なんざます、人間性を問われると言われてるざますけどもね、いかがなものかと。って、でも、もしね、お客様の興味があるんだったら、この例の裁判、小林よしりんの、裁判、よしぴーの裁判のお話があるんであれば、私、この陳述書なんかも全部記録して取ってありますんで、お話しするざますわよ。で、裁判経過も全部お話しするざますわよ。ただ、録音はしてない私のお話でね、私の語り具合だけでやっていきますけども、それが聞きよいか聞きづらいかはちょっと私のね、なんだろう、演技力というかそういうのになってくるざますけど、まあ私そういう部分はあんまり演技力上手ではありませんから、聞いていただけたらいいのかな、どうなのかな。あともうお客様の方で早くもうそんな話いいから、統一教会と朝鮮人と国会議員と相撲協会の話しろよというのであれば、もうお話ししないといけないのかなと。お相撲は統一教会や朝鮮人に乗っ取られたもの、日本人のものではなくなってしまいましたとはいかがなものかと。嘘ばっかり、嘘ばっかりって、相撲議連統一教会から金もらってたじゃねえかんなものって、これ全部証拠出してやろ今っていかがなものかと。バカ相撲ファンは聞こえないふりしてるけど、あいつら本当バカなんじゃねえのって、頭ぶち切れてんだろって、頭いかれてんだろというわけでございましてですね、それではまた私が殺されなければお会いいたしましょう。それでは皆様ごきげんよう。さようなら。